世界的な半導体不足に陥っている現在ですが、来年にはその半導体不足も解消してくるでしょう。今回はコンピュータの塊ともいえる F-35 戦闘機エンジンについて詳しく見ていきます。流行り部品類と消耗が異常なほど早かったという米国でも問題となっています。昨今 F-35A 戦闘機の配備が地球の西側諸国で続々と任務についているのをご存知だろうか。実はこの F-35A 戦闘機に危機が迫っているということを聞いたのだ。その話を詳しく見ていくわけだが、あの部品が予想以上に摩耗していたとは思いもしなかったと初めに伝えておく。現在アメリカの同盟国やそれに準じて承認を得られた国が世界で唯一調達することができる第5世代戦闘機というのが、バックオーダー数も含めその市場を独占しつつあるのが F-35 ライトニング2戦闘機である。 F-35 ライトニング2戦闘機には用途に応じて3種類の仕様が存在しており、1通常滑走路向けの A 型に短距離離陸垂直着陸が可能な B 型3カタパルト付きの航空母艦用の C 型という用途に応じた選択ができるようになっている。世界で採用した国としては A 型、B 型、C 型の順に多くなっており、 A 型はアメリカ、イタリア、ノルウェー、デンマーク、オランダ、ベルギー、オーストラリア、ポーランド、イスラエル、アラブ首長国連邦、日本、韓国がそれぞれ導入している。上記に挙げられた国々の中では本国のアメリカが当然最も多く調達する予定であり、1700機を超えると言われている。我が国日本は世界で2番目となる105機を予定しており、今後も増加すれば5000以上の機体が生産されるという近年稀に見る数になると予想されていた。しかし2021年に入ってF-35 ライトニング2の運用、管理を担うアメリカの JPO、ジョイントプログラムオフィスからは、その稼働に支障をきたす可能性があると指摘されており、今後の運用性の不安が瞬く間に広がってきている。すでにアメリカ空軍で導入済みの250機を超える F-35 ライトニング 2A 型のうち、実に 20% にあたる50機分の機関部が、導入当初の想定以上に整備時間を必要とすると明かされたことが発端であった。 F-35 ライトニング 2A 型の機関部にはアメリカの大手軍需企業レイセオン社の傘下であるプラット&ホイットニー社が製造した F-135PW100 というエンジンが搭載されているのだが、この整備が問題となっているのだ。F-35 ライトニング2戦闘機については、その定期整備や点検、オーバーホール、大規模修理等を専用の拠点、MRO&U で行う必要があり、アメリカ、イタリア、日本、オーストラリアにそれぞれ設置されている。今回の JPO の報告は、先行的に稼働させているアメリカの MRO&U での作業で発覚した事象のようであり、持ち込まれた F-135PW100 エンジンを分解したところ、予想以上の損耗が確認され、作業の遅滞が発生しているというわけだ。しかも、損耗した F-135PW100 エンジンの修理機材の不足や、機体整備員の練り度不足の両方が発生しており、想定された1年以内に60機を目標とする対応が大幅に未達成という状況が続き、稼働機体数の減少につながりかねないと言われている。すでに判明している F-135PW100 エンジンの一部の部品強度不足に関しては、製造元であるプラット&ホイットニーにフィードバックされており、その対策が施された部品が使用され始めているという状況になっている。
これを機に、MRO&U での定期点検、オーバーホールは正常化されており、当初予定の年間で60機という整備目標達成の可能性も見えたが、未だ予断を許されていない。当然、日本向けの初期ロット番号の機体でも、同様の事態に直面するかもしれないというわけだ。また、F-35 ライトニング2戦闘機 A 型用の F-135PW100 というエンジンは、やはり量産数が多いため、急速に問題が浮上したということもあるが、専門家たちからは、B 型用の F-135PW600 エンジンにも、同様の傾向が発生する可能性もあるだろうと指摘されている。日本の海上自衛隊でも護衛艦、出雲、加賀の航空母艦化と、それに伴う艦載機として、合計で42機の B 型を調達する予定だっただけに、今回の A 型分と合わせて問題が表面化することが懸念されている。アメリカ本国の JPO では、このような A 型の F-135PW100 エンジン問題に関して指摘されている点の完全な解決までには数年間は必要だとの見方を示しており、これをカバーする必要があると説いている。現在までの F-35 ライトニング2戦闘機を取り巻く環境としては、採用国が増加して生産ラインの稼働率も向上してきたということから、一機あたりのコストが低下傾向になっており、価格競争力の面からも評価は向上していた。しかし、その最大の特徴であるステルス性能を維持していくための保守費用は依然として高額であり、F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を1700機以上も調達する計画を進めていたアメリカでさえも、否定的な意見が増加するということが起きているのだ。アメリカは実際に現在運用中であり、いずれは A 型に置き換えられる見込みとされてきた F-15C 及び E イーグルや F-16C、D などよりも運用効率が悪化するとの見方が生じてきているためであり、ロッキード・マーチン社にとっては大きな逆風となるだろう。ことの発端を問われるロッキード・マーチン社は、 F-35 ライトニング2戦闘機の運用コストの削減を2025年をめどとして目標とする$25,000まで低減可能だと主張をしているが、アメリカ空軍内部でも疑問視されている。2020年にボーイング社の F-15 イーグル戦闘機の最新版である EX 型が試験的にアメリカ空軍に採用されて話題になったのだが、同機の最大144機の受注に関しても、こうした点からは、実現の可能性が感じられる。現在研究中の第6世代戦闘機開発に関しては、日本、イギリス、フランス、ドイツなどが、独自のプロジェクトを各々始動させているが、ヨーロッパの第5世代戦闘機として、市場を独占しつつあった F-35 ライトニング2戦闘機にも、思わぬほころびが生じつつある。また、第6世代戦闘機においても、同様のエンジン問題がないことを強く願っている。これから、ロッキード・マーチン社が、今回の問題に対して、どう巻き返してくるのか、アメリカの各国への対応が、見物であるとともに整備基地問題視している、韓国にも注目していくとしよう。これからも、戦闘機にまつわる軍事問題が尽きないことや解決していかないというのは永遠の課題となっていくかもしれない。